JA 岐阜リオレーナ塩崎青葉です。ポジションはミドルブロッカーです。高さを生かした鉄壁ブロック、さらに高い打点からの力強いスパイク、相手を揺さぶるサーブなど、ワンプレーで流れを変えることのできる選手です。177センチ、高いですね。母がずっとバレーボールをしていて、ママさんバレーについていって、それでボールを触り始めたことから楽しいなっていう風に感じてバレーボールを始めました。選手としてのストロングポイント、強みはどこでしょうか。この高さを生かしたブロックと、仲間の決めたボールを誰よりも喜ぶことができることです。自分の性格って結構緊張しいですか。なんかこういう場だと結構緊張します。なるほど、はい、入団して雰囲気どうでしょう。楽しむときと真剣なときのメリハリがしっかりしてて、なんかすごい先輩たちがすごいなっていうふうに思います。仲良くしてる先輩とかっていますか。特にみんなですよね。どうでしょう、ルーティーンっていうのはありますか。試合前に、キレートレモンを一気飲みすることです。大学1年の時に4年生だった、松井玉樹さんっていう先輩がいて、その先輩が一気飲みされてるのを見て、なんかかっこいいなっていうふうに思って、それで真似するようになったら、フルセット行った時の疲れが全然違うくって、それからずっと飲み続けてます。JA 岐阜さんではどんなお仕事されてますか。事務作業です。大変なとことかありますか。その作業が、どんどん増えてくるので、すごく大変ですけど、やりがいがあるので頑張れてます。チーム全員で、V2 優勝を目指すのと、私自身は、ブロックでブロック賞を取れるように頑張りたいです。チャンネル登録よろしくお願いします。